皆さんこんにちは。今回も金銀の世界を、ドーブルたちと旅をしていきますよ。前回は、半袖短パンの柳さんを芝居たところまでですね。今回は、未完戦からやっていきたいと思いますよ。戦う順番的には、未完をやって、しじまとやる感じですかね。苦戦する順番はおそらく、柳、未完、しじまの順でしょうからね。ひとまず絶対にここで10万ボルトを確保しておきたいので、まずはそれからですけどもね。柳たちを芝居てだいぶレベルを上げてきたので、いい加減10万ボルトを耐えてもらわないと困ってしまいます。可能であれば10万ボルトは、特攻が一番高い1号に覚えさせたいですね。マグニチュードとの相性補完もいい感じですしね。というわけで、未完戦です。使ってくるポケモンは、コイル2体と、ハガネイルですね。強敵揃いなので、なかなか苦しい展開になると思います。まあこんなもんでしょう。ここからが大事やぞ。耐えたー。さすが1号や、よく耐え切った、スケッチや、これで心置きなく、未完をしばけるようになったわ。さて、ここからどうするかですね。10万ボルトをスケッチできたので、この戦闘の成果としては十分なんですが、もしかしたら勝てるかもしれないですからね。やれることをやって、勝ってみせたいですね。スケッチを成功させつつ勝利とか、だいぶかっこいいかもしれない。マグニチュードもない状態で厳しいかもしれんが、お前たちならやってくれると、私は信じているぞ。ひとまず最初の2体はコイルが出てくるということで、亀田大輝を場に出して、炎のパンチを打っていきますよ。マグニチュードの次に、火力が出る技ですからね。お、やけどいいぞこれ。この時代のやけどダメージは、結構大きいですからね。十分なダメージソースになります。神かな ?2 体目のコイルを、ノーダメージで突破できたわ。10万ボルトを打ってくればいいものを、ドーブルたちの威圧感にビビってますねこれは。かっけえ。金バージョンのグラフィック、いい感じですね。さあラスト1匹、ハガネイルです。一度もここまでたどり着いたことがないので、どんな展開になるかはわかりま、どうなっとんねんこれは。ハガネイルに特殊技で抜群をついてこのダメージ量はいかんでしょ。ほげー。え、これはいかんでしょ。一番レベルが高い3号が当然のようにワンパンとか、他の奴らもアイアンテールを食らったらひとたまりもないやんけ。命中 75% の一撃必殺を連発してくるとか、聞いたこともねえわ。ひとまず6号を出して、嫌な音を連発して、防御を下げていきましょう。特殊技が効かないのなら、ご自慢の物理防御をこじ開けるだけや。防御を下げれば、何かが起こるかもしれないですしね。しゃあない。そう何度も、避けられませんわな。ひとまず防御を、4段階下げることに成功しましたね。次は4号を出して催眠術をかけた後、4段階下がったズタボロの体に、頭突きをひたすらお見舞いして、ダメージを加算していくしかないでしょう。なーにやってだー。そこは絶対にミスったらいかんって、身を挺した6号の行動を無駄にするかー。くそー、絶対に決めなきゃいけない催眠術を、ここ一番のタイミングでミスりやがって、やっぱり4号ってまだつぼみの塔が全盛期だわ。ひとまず麻痺を巻いて、奇跡が起こる確率を高めていくしかありません。これはもう、デリバードで未完に挑んだ時に鍛えた、ハイパードゲ剤乗りを解禁するしか勝ち筋はないですね。5号よ、私のハイパードゲ剤乗りを信じろ、お前はひたすら、竜の威素晴らしいぞ。いい感じに削れていますし、もう一発竜の怒りを打てば、回復をされずに落としきれるのでは?ドアー、そのくらいそ素晴らしいぞ。来ている、これは完全に、流れが来ているぞー。乗るしかねー、この校長という名のビッグウェーブに乗るしかねー。回復をされようが、この波に乗っていけば、絶対に勝てるでー。あと一回や、あと一回相手の攻撃をしのげば、勝てるんや。頑張れ5号。やったぜ。
ハイパードゲザイノリが、ポケモンの神様に届いたみたいです。このまま竜の怒りを打って、試合終了ですね。いやー、10万ボルトをスケッチしつつ勝つことができたのは、だいぶ嬉しいです。やっぱりミカンは、なかなかの強敵でしたね。ゴボウにアイアンテールが当たっていたら、本当に終わってたと思います。マルコロの2号では、ハガネイルに勝つなど不可能だったでしょうしね。これで6個目のバッジも、ゲットですね。なんだかんだで6匹使っていれば、回復をせずともどうにかなるものなんですかね。泥沼のように負け続ける展開は、今のところないということはつまり、そういうことなんでしょう。というわけで海を渡って、シジマのいるジムまでやってきました。ひとまず前座のトレーナーと戦って、相手の実力を調べましょうかね。もう強そう。空手王のグラフィック、ポケモンというゲームを通して一番強そうではありますが、このゲームの中に、王様がいすぎですよね。ほげ。やっべえ、一ターンにして、すべての計画が破綻してしまいました。麻痺さえ巻いておけばどうにかなると思っていたんですが、それさえ封じられてしまうとは。とにかく麻痺状態にしておかないと、先手の飛び蹴りで全滅してしまいそうなので、10万ボルトで麻痺ってくれることを祈ります。はい、本当にどうしましょうかね。格闘タイプのポケモンが、全員命中率がめちゃくちゃ高い、一撃必殺を抱えているようなもんだろこれ。4号で眠らせるくらいしか、勝ち筋が思いつかないんですが、こんなメンツで、芝さんによすよす、よく眠らせてくれました。ここからは相手の寝不足を祈りつつ、正々堂々頭突きで攻めていくだけですね。前も言ったような気がしますが、催眠術は奥の手という気持ちなのですが、奥の手を出さなければいけない場面があまりにも多すぎるわ。使わないと勝てないからじゃない。オケオケ、頭突き、なんだかんだでそれなりに火力が出てますね。正直スケッチする技をミスったかなぁと思ったりもしてたんですが、タイプ1技は重宝する気がします。お次は、エビワラーを使ってくる人でしたかね。攻撃種族値105から繰り出される、特性鉄の拳三色パンチの威力は恐ろしい火力なので、こっちも苦戦する相手な気がします。エビワラーさぁ、なんなんだよそのポーズは。もう見た目が弱そうやんけ。強い要素どこだよマジで。ボクシングにおいてそんな足の形になることなんてあるのか？グラフィックもなんか細いし、これもう制作者も弱い扱いしてるだろ。普通に連続パンチで殴ってくるのやめや。マッハパンチを持っていないだけマシっぽいですが、ご自慢の攻撃種族値を生かす技はいかんでしょ。そういうのでいいんだよ。私も視聴者も待ち望んでいるのは、お前の鉄拳から繰り出される、三色パンチなんや。連続パンチなんかしないで、ご自慢の三色パンチをもっと見せてくれ。さすがはエビワラーですわ。この辺の時代のエビワラーって、やっぱりたまりませんね。2号は、十分仕事してくれましたね。二号が仕事してくれたというか、相手のエビワラーの仕事っぷりがよくわかりましたわ。どうあがいても負けねえわこれ。この試合で負けろという方が難しいレベルだぞ。ひとまず相手の三色パンチ使いに、うちの三色パンチ使いをぶつけてみましょうかね。三色パンチ合戦、これは見物やでー。本当に、大して変わんねえなこれ。やっぱり三号は、亀田大輝として生きていった方がいいかもしれんわ。この戦い、不毛すぎるだろマジで。見てといこら、氷はずるいぞ。正々堂々とした三色パンチの打ち合いに、水を差すんじゃない。あのさぁ、お前のその連続パンチ、ずるいんじゃ。ヒット数の平均が4回はいかんでしょ。しかも三色パンチよりも、圧倒的に火力が出てますし、勘弁してほしいわ。そっちが凍らせてくるのなら、私の冷凍パンチでも凍らないとおかしいよな。くそー、悔しい。めちゃくちゃ不毛な争いだったのに、負けると悔しいわ。こんなんじゃ三号を大輝に改名する権利は与えられねえわ。ひとまずあれくらいなら、メザパを連発していれば勝てるでしょう。嫌な音をするまでもないですね。
急所でこれだもんな。最初の頃はそこまで気になっていませんでしたが、進めば進むほど、素の火力のなさが気になってしまいますね。四天王戦のあたりまで行ったら、本当にヒーコラ行ってそうな気がします。4号の攻撃個体値はようやっとる。というわけで無事、エビワラーとサワムラーに勝てました。よかったよかった。現在、トレーナーを探し求めています。もう少しレベルが欲しいですからね。クソジジイがおるな。どんな場所でスタンバってんだよ。そこからどきたまえ。今のセリフとお前が階段に陣取っていることが、イコールになってないんじゃ。ここを通すわけにはいきません的なのを一言も言ってないんだから、通してくれや。くそー、トレーナーをだいぶ縛いたと思うんですが、レベルが足りてないですね。私の記憶が正しければ、ここの空手を、地球投げを打ってきたと思います。地球投げは非常に貴重な固定ダメージ技なので、ぜひとも入手しておきたかったんですが、スケッチ枠がないということで、泣く泣く諦めるしかないですね。悲しいなぁ。竜の怒りの上位互換みたいな感じになる可能性を秘めてると思うんだけどなぁ。やっぱり持ってたか。欲しかったですが、取れないもんはしょうがないですね。とはいえ、地球投げくらい、道中の誰かが撃ってきてもおかしくないと思うので、それに期待しますかね。くそー、この間のルージュラ戦でビビって逃げてしまった分の経験値が、ここで響いてきてしまったか。やられてしまいましたが、1号は十分削ってくれたと思います。10万ボルトは、普通に火力が出ていい感じですね。めちゃくちゃ急所出るやんけ。ひとまず、1体目のワンリキーは突破ですね。問題はここからです。もう強そう。普通に殴ってこられたら、ひとたまりもないでしょうね。地球投げを打ってくれることを祈りましょう。この確定一発の状況、いい加減どうにかしたいんですが、お先真っ暗すぎるやろ。打開策を見つけないと、一生格闘タイプに苦しめられるぞこれ。ひとまず竜の怒りを打てばごっそり削れてどうにかなるので、5号に頑張ってもらいますよ。だあ、完全にこれしくってるわ。岩なだれは、普通に欲しい技だわ。スケッチの枠がないのが厳しすぎるわ。岩なだれは、確保しておきたかったですね。岩なだれは渡るのリザードンとデリバードに、4倍弱点をつける技ですからね。岩技は転がるがありますが、止まれる岩なだれと転がったら止まれない転がるでは、全く別物です。これからも私たちは、止まれない旅をするしかないんやなって。というわけで、今回はこのくらいにしておきましょうかね。しじませんは、次回に撮っておこうと思います。しじませんでは、ぜひとも波乗りをスケッチしたいですね。使い勝手が良さそうな気がします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。